ぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。え、こら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだよっ、カイドウ。俺の負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。これじゃまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。こいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。麦わら、どこだ。これから逃げられると思うなよ。ビッグマム、もう着いたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。俺に盾つくんだね。温厚がどうした。
おめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカめ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるなんて図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、金、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。
かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐薄涼のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？うわあ、腹減った。飯屋どこだ？麦わら。お、やっぱり来たか。お前、あの時のケツ。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが。とりあえず逃げるしかねえ。走り、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って。麦わらの一味が。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。
捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろえ、やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス D エース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。ストライク。ここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けしよう。すぐに海軍に見つかってんのよ。子供の頃使ってた抜け道があるわ。
あそこなら海軍にも見つからないはず。わかった、野郎ども、行くぞ。これじゃ話もできねえ。早いとこ海軍をまかねえと。俺のところにバカ集まってきやがって。ちくしょう、あっち行け。みんなと合流しねえと。相手になるぞ、雑魚野郎ども。お前らどこへ逃げる気だ。おい、お前ら急げ、敵の残影が来ちまう。そこの女、お前も麦わらの一味だ。待て、私はただの踊り子よって聞いてない。なんだお前は、変な着ぐるみ着やがって。この野郎、どんな会をバカにするのか。
たち以外の海賊を追えよ。私が捕らえなければいけないのはあなたたちです。俺だって捕まるわけにはいかねえんだよ。私一人ではスモーカーさんと合流しないと。ようやく言ったか。いつまでも逃げ切れると思うな。頼んだぞ、タシ。スモーカーさん。はい。
さっきのやつはお前、あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して1回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって？エース！ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。あ、髪切る？そいつ思ってろ。ずっと出来の悪い弟を持つと、兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは帰す。エース、またな。来いよ、高見。ルフィ。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。やめた。は？おいルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前100万の人間が激突。つまんねえ。何を？こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたらクロコダイルは止まるのか？その町についても俺たちは何もすることはねえ。こいつは考えもなしにたまに確信をつくよな。お前はこの戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも俺七部会が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。
やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何、お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよクロコダイルの居場所。